まあ長いような短いような、なんかまあ1年も経ったっていう気持ちと1年しか経ってないのかなっていう気持ちと半々で、本当になんかこう自分たちが前衛に勝ったっていうことはまだ信じられないぐらいのまあ気持ちもあるのかなっていう感じですね。様子はまあ変わってないですね。ずっと基本的にふざけてるんで、その辺はもう勝つ前と後でも全然変わらずに、でまあ周りも本当にこうそれが変わらないように意識してまあ接してる部分もあるので、そこはずっと変わらずにやっていけてます。全然なかったですね。なんか逆に僕の方が若干こうなんか、あ、前衛だみたいな感じには受けてたんで、どっちかっていうと僕の方が緊張してたんじゃないのかなと思います。いや、まあ、どうせイライラしてるだろうなと思って、でイライラしてる時って彼女ほっといてほしい子なんで、なるべくちょっと距離を置いて、まあ、機嫌が直ったら勝手に寄ってくるんで、まあ、それまでほっとこうと思って、まあ、その最後18番のこうギャラリーの方々がこう囲んでくれてバーってこう歓声上げてるのも、あの人自分に対する歓声だって分かってなかったんですね。でそういう会話もまあちょっとありつつ、まあ、18番をプレーしたんですけど、自分は日本人だから多分その海外の選手であるブハイさんに多分その言ってるのかなみたいな感じで思ってたんだと思うんですけど、まあ、あの18番のその光景は今でも鮮明に覚えてます。僕自身はその11月のミーティングの時にアメリカツアーに行けって言ったんですよ。でまあ本人はまだ覚悟決まってないっていうセリフを言ったので、じゃあもう分かったと言って一応一旦身を引いたんですよ。でとりあえずは、QT を受ける、ツアーメンバー登録せずにその次の年の QT を受けるっていう目標に変えたんですけど、その、まあ、僕がそうやって本人に言ったのもやっぱりそのレギュラーツアー1年目でこれだけのことをやってしまった場合に、おそらくその今シーズンの国内ツアーでの目標というのが立てにくかったんですよ。で賞金女王っていうのは本当に1年間通して戦った結果なので、その狙ってなかなか取れるものでもないですし、ましてやそので去年うまくいった分、今年のその彼女自身のハードルであったりとか、その僕らにかかるその、まあ、プレッシャーであったりだとか、まあそれはチーム全体でもやっぱりすごく難しくて、だったらその思い切ってもうワンステップ上に行った方が、まあ、彼女の性格的にもまあいいのかなっていうふうに思ってたので、まあ結局彼女がアメリカツアーに行くっていう意思がまあ固まってくれたので、で予定僕が思ってるより1年遅くなりましたけど、まあそれはそれで彼女の人生なので、まあ彼女なりのスピードでそうやってこう成長してくれたらいいなと思いました。大きな肉体の変化って実はそんなに起きてないんですよ。で体も大きくなったって言われるんですけど、本当に重たいものを持ってのそのウエイトトレーニングっていうのはそんなにしてないんですよね。その、まあ、例えばその80キロとかを担いでスクワットするとかも一切してないですし、ただ単にその彼女の持ってるその能力を高めていくためのトレーニングの中で弱い部分は強化する、どうしても彼女の場合体は瞬発力がすごい発達してる子なので瞬発的に動くのはうまいんですけど、我慢することがどっちかというと苦手なので、そのパワーを出力マックス出した時に耐えられる体っていうのを目標に、まあ、斉藤君といろいろ話し合いながらずっと取り組んできました。結果として現状だとアイアンの飛距離が全体的に伸びた、まあ、全体的にその飛距離自体が伸びたっていうのが一番大きいんですけど、あとはその横揺れが少なくなったことでインパクト、まあ、ゴルフ専門用語で言うとインパクトゾーンがまあ長くなったので、そういう意味ではその再現性っていうのはまあ去年よりは少し上がってきてるかなって思ってます。でこの改造ももともとずっとやりたかったことだったし、本当に2年3年先を見据えて出来上がればいいかなっていう感覚でトレーニングでの体の変化、体のスピードの出し方であったりとかっていうのが僕と斉藤くんが考えているより結構早かったんですよ。で
その辺で結構フィーリングが合ってなかった部分があって、でその辺をアースモンダミンの後に斉藤君とずっと話し合って、じゃあこういう練習入れようって言ってやったのが、最近少しずつ本人もフィーリング的に掴んできてるのかなっていうふうにはちょっと見受けられてますね。正直そのリンクスっていうコースは僕も経験したことないですし、彼女も経験したことないので、そんな下準備はしてないです。ただその今までこのオフの間に取り組んできたことを少しでも前進させるように、まあトレーナーと僕と渋野の3人で一生懸命やってきたので、それが少しでも前進した姿を皆さんに見ていただければなっていうふうには思います。リンクスなんでね、だ去年優勝した後に来年リンクスっていうのを聞いて2人で予選落ちだなとは言ってたんですよ。でそれをやっぱり去年より今年の方が、ね、進化していないといけないっていう意味で言うと、まあ、予選通過するのがまずは第一の目標なのかなっていうふうに思います。一切してないです。実はその去年そのウォーバーン行った時も知り合いの方とかが DVD をくれたんですよ、渋野に。一切見てないんですよ。でウォーバーンは確か何年か前にやってますよね、全英女子オープン。で僕もそれを一切見てないんですよ。あんまりこう変な先入観を持たずに、要は人によって多分コースの感じ方ってやっぱ全然違うので、僕は僕の感じ方がある、渋野は渋野の感じ方がある。だからその人のプレイ見て、あすごい難しいんだっていう先入観を持つんじゃなくて、行ってみて、あここだったらじゃあこういう準備が必要だなっていうのをしっかりその3日間プロアマもないのでしっかり準備して、まあ出れればいいのかなっていうふうに思ってます。やばいないや技術はだってその正直その上手いですよ。やっぱりその一緒にゴルフしたりとか、まあ、日頃練習してるの見てても、でもそれって本当に基本的なところの繰り返しでやってきたものがしっかり出てるっていう上手いであって、その細かいその技術であったりっていうのは一切まだで、その去年に関しては手をつけてなかったので、ほとんど今年少しずつ増やしていってるところだから、技に関してはちょっとねあんまり期待ができないので、まあでも持てる武器をふんだり使っていけたらいいなと思ってるし、ユーティリティでアプローチしたりとかやってみたいなと思うんですけど、できるかなっていう不安と、持たないだろうな結局そこ、その状況でユーティリティをっていう彼女の性格とかも考えて、まあそういう準備も、まあどうこういうことが やり方がこういうのがあるよっていうのも、まあなるべく彼女のゴルフの邪魔にならないように準備できたらいいなと思います。キャディと選手しか入れないっていう状況で国際免許取って運転しなくちゃいけないかもしれないとか、いろんなことを考えたときに、チーム全員でなんか、いやあんたでしょみたいな空気が流れてで、まあ僕が行くことになりました。はい、地図では見たんですよ、Google マップで見て、うわすっごい海沿いだなって渋子にすごい海沿いだねって言っただけです。でまあ風が強いんだろうなぐらいな感じでいつも通りの練習に戻ってましたけど、まあギャラリーの力、声援をそのまま力に変えれる子なので、まあ、そういう意味で言うとやりづらさっていうのはあると思います。ただまあやることは一緒なので、やっぱりそので画面越しに応援してくれてる人がいるっていうことをしっかり彼女も認識して、一打一打やっていけばいいと思いますし、無観客で一番怖いのって意外とみんなロストボールだと思うんですよ。やっぱりそのティーショット負けた時にギャラリーの方々が見つけてくれるとか、やっぱり僕らねキャディーしててもバーンって曲がって落下地点が見えないとかっていうことももちろんありますし、本当そういうのはね、怖いのかなって思います。なんて言っちゃうのかな。そういやなんかそのみんなで練習してる時に
シブロの後輩がいて、後輩が僕に今のどうですかって聞いてきたんで、僕がふざけてやったらいきなりみんなやりだして、とこうアースでやるとか言い出しちゃって、でもあれをやるってことはバーディーをたくさん取らないといけないんで、まあ、できるように、はい、もし見たら画面の前で皆さんもこうやってやってください、まあ、3つぐらいあるんですけど、まあ、一番はどれだけ笑ってやれてるか、楽しそうにやれてるかっていうところですよね。あとは、僕のキャディバッグを何回引っ張るかですね。であともう一つは、じゃあ果たして本当にこのガッツポーズなのかっていうところですかね。まあプレーは正直去年と変わらずに、おそらくあのリンクスでもピンに打っていくと思うので、ビビらずに打ってるかどうかっていうところはまあ見てほしいですけど、あとは少しでもその画面越しに応援していただいている皆さんが楽しんでいただけるような明るい空気というか楽しい空気を出して、まあ、僕と渋野らしく72ホール戦えたらいいかなって思います。ないんですよね。いやそのでかすぎて、その連覇をするっていう、全英を一勝するってこともやっぱりその僕ら日本人からするとすごいことじゃないですか。でまたそれを連覇するってとんでもないことじゃないですか。そういうプレッシャー逆にないですね。例えばそれがこう日本の試合だったらもっとプレッシャーがかかるかもしれないですけど、ドイツ大会連覇ってあったりとかね、いうのはやっぱりあるので、プレッシャーはあると思うんですけど、今回やっぱり全英女子オープンで会場も変わる、でましてやリンクス、もちろん優勝を狙っていかないっていうのはやっぱりディフェンディングチャンピオンとしては良くないことだと思うので、しっかり準備として優勝をするっていうのを意識して、目標ある程度その設定スコアを作りつつ、僕もそのサポートはしたいと思うんですけど、まあ、まずはいい位置で予選通ることであったりとか、そういうところの方が優先されると思うので、プレッシャーはだからそういう意味じゃないですね。1% 1% にしましょう。で 1% というか確率っていうとやっぱり出場人数分の1になると思うんですよ。全員にチャンスがあるわけだし、全員にがこううまくいかないことも考えれるし、うまくいくことも考えれるので、結果はただの結果でしかないので、あくまでもその僕らのスタイルとしては自分たちが今その時できることを 100% そのコースであったり試合中に出していくっていうところが僕らのスタイルなので、そこにだけ集中して、まあ、全英女子オープン戦っていきたいと思います。大きいですね。基本的に去年のシーズン通しての彼女の成績とか見てもらうと分かるんですけど、エンジンかかるのが遅いんですよ。一発勝負っていうよりはずっと試合がある中で少しずつこう状態が上がってって勢いに乗ってってっていう子なので、前の週にそのリンクスだからとかじゃなくて、前の週に試合やってもう一試合やれるっていうのがすごくいいです。技術的なところっていうよりはそっちの方が大きいですかね、僕の中では。前の週試合やって勢いがつけばいい形で全員にいけると思うし、叩きのめされたり打ちのめされたりしてもやっぱりもう一回戦いたいっていう気持ちが彼女の中で芽生えると思うので、それはそれで全英女子オープンに向けてはすごくいい風になると思うので、どういう結果にしろというか、スコットランドオープンでどういう戦い方、どういう準備の仕方をするかが全英女子オープンの結果に結びつくんじゃないのかなっていう風に捉えてます。期待といえばやっぱり何か持ってる子であるし、いろいろやらかしてくれる子なので、期待するなら2週連続優勝を期待したいと思います。それにね、横に一緒に入れたらすごい僕もコーチ冥利につきますし、それは本当に最大限の、なんていうかな、目標にはなると思うんですけど、でも一番はその2週間どんなにその天候がね、悪くなりやすいし、いろんなシチュエーションが出てくると思うんですけど、4日間4日間のこのトータル8日間の試合を彼女らしく楽しくやってくれたらそれが一番いいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ありがとうございました。